皆さんこんにちは、今日は河野太郎議員の天安門バッジということでお話ししようと思います。河野太郎議員について1枚のね有名な写真があるんですよね。で、河野議員ご自身が、ツイッターで公開されています。で、これはですね中華人民共和国の、つまり中共の華春瑩報道官と、まあ、一緒に写っている写真なんですよね。で、まあ、あの概要欄にリンクを貼っておきます。で、まあ、余談になるんですけどこの華春瑩氏を見るとこの顔表情雰囲気を含めこれぞ共産主義者と感じるんですよね。まあ、あの国家の顔となって出てくる人はその国家の体制のあり方をね体現しているなと、まあ、いつもね感心するんですよね。で、まあ、話を戻すと、このツイートの日付は、令和元年西暦2019年の8月20日になります。で、まあ、河野大臣が外務大臣だった当時に、まあ、北京を訪問した際の写真みたいなんですよね。で、なんかねその華春瑩報道官はねいつもね日本にねガリ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 ってねもうすごい顔で言ってくるんですよね。だからそういう対立する国同士のしかも要職にあるものが2人でねその満面の笑みでね写真に収まっているという、まあその意外性とギャップがね面白いということでね、まあ公開当時ねかなり話題になったんですね。私も当時ね見てへーって思ったんですよね。で、まあへーと思って、ああ面白いなと思って、それ以上ね何か考えることもなかったし、何かねおかしいなとかね感じることもなかったんですよね。で、今日ですねさっき気づいたらネットでですねこの写真の河野大臣の胸元のバッジが、話題になってるんですよね。まあ全くねそんなとこ見なかったんですよね。満面の笑顔を見てたんで。それでこのバッジなんですけど、まあはっきり言って何が写ってるか何の図柄かわからないんですよね。その真っ赤なシンクですよね。まあ真っ赤な色とそれからおそらく金色とで何か真っ赤な色の中に金色で図柄枠があるみたいな見えるんですよね。その図柄がおそらくまあ光に反射していてよく見えないっていうので、まあね単なる、まあ、金色と赤色のなんかの図柄のバッジみたいな感じなんですけど、これを輝度を調節、輝度を落とすと図柄がね分かりやすくなることがあるんですよね。でその輝度を調節して図柄が分かるように補正した写真がね見ることができたんですよね。まあ、概要欄にリンクを貼っておきます。でそれを見るとこの金色はあの北京の天安門っぽいなっていうのがね、天安門そっくりだなっていう風に見えるんですよね。で、まあ、もしこのね天安門であるというのが真実ならばですよね、この、まあ、天安門金色のね天安門、まあ中華人民共和国のね一つのまあなんていうかね、まあ、象徴みたいなもんだと思うんですよね。それとこの深い赤色ですよね。まあこれ色はねもちろんすごくね大きな意味を持つんですね。まあもちろんねその例えばその中共でその日の丸バッジをつけてその赤色が共産主義だとかそういう人はいないんですけど、まあそのねまあその一般に中共で赤色といえばねもう中国共産党っていうね共産主義っていうねもう色その色なんです、そのものなんですよね。だからまあこの図柄とね色からして中華人民共和国だから中国共産党に共感するという意味が込められているのではないかというねそういうまあ推測がね成り立つんですよね。でまあそのね胸元につけるバッジっていうのはまあねその何かの表彰の記念品とかねあとはね単なる宝飾品とかねちょっとねまあねパールの宝飾品とかねまあそういう場合もあるんですけど、まあ、国会議員バッジとかね、まあ、弁護士バッジみたいに、まあ、職業とか社会的地位を示す場合もあるんですよね。であとはその政治的信条立場とかね、のを表す場合もあると思うんですね。まあこれブルーバッジとかがまあそうだと思うんですよね。でまあそのまあもっと広くね何かに共感しているとか賛成とかねまあその赤い羽募金のバッジとかねまあそのね
賛成しますみたいなね、そういう場合があると思うんですね。いろんな場合があると思うんですよね。でまあこのバッジはさっき言ったまあね、図柄と色、それからまあね、その北京でね、中共の報道官と写っているということからして、まあね、その中華人民共和国、中国共産党への共感を示しているというのもね、まあ見方としてね、まあ成り立つと思うんですよね。だからまあ非常にね気になるわけなんで、この河野大臣にはこのバッジがね何なのかをね、まあぜひね説明していただきたいと思うんですよね。何なのかで、どういう意味でつけていたのかというのをですね。でまあもしね実物がお手元にあるならね、もっとね大きくねはっきり写ったね写真を公開していただきたいなと思うんですね。まあ表と一応ね裏もね、まあひょっとしたら何かね文字が書いてあるかもしれない、まあ書いてないかもしれないんですけどね、まあそんな風にねちょっと、まあ一応ね説明みたいなのがね欲しいかなと思います。でですね、まあその河野大臣、まあその天安門バッジはまあ以上なんですけど、もう一つね気になることがあるんですよね。このまあ写真の2年ほど前、平成29年、西暦2017年に、その河野外務大臣がフィリピンで、王毅外交部長、中共の王毅外交部長、まあ向こうでいう外務大臣みたいなね立場の方とまあ会われた時の写真があるんですよね。でですね、まあ、この写真、まあそれはね会うのはええんですよ。でまあ握手しているんです。まあ握手するのもいいんですけど、その大きい外交部長の方は突っ立ってるんですよね。でまあ左手は普通にね下ろしてるんですよね。まあ特に何も特徴がないんですよね。でまあ右手を出して握手していて、まあ河野大臣をまあこんな感じで、まあ、見下ろしてる感じなんですよね。じゃあ河野外務大臣は、当時の外務大臣は何してるかっていうと、頭を下げてるんですよね。なんかまあ下を向いてるんですよね。その背中もかがめているっていうことになります。でまあそのでもう気になるのが河野大臣の左手なんですよね。左手を後ろに回して腰につけてるんですよね。腰につけてる、こんな握手の仕方って私知らなかったよ。こんな握手の仕方初めて見たんですけど、このまあ左手のその姿勢の効果から、何かそのまあ河野大臣ね立ってるんですよ。でも立ってるけど、なんかひざまずいてるように見えるんですね。何かね、その何かそのね、ほんなんか印象としてね、まああの、でですね、この写真を公開しているのが、人民日報系の環球時報というまあ、まあ新聞というかね、まあ媒体みたいなんですよね。で昨日か一昨日の時点で、その、この環球時報がネットにこの写真を公開していて、検索でねヒットしたんですよね。でヒットして見ることできたのに、今日は検索しても引っかからないんですよね。不思議なんですよね。なんか遮断されたのかなとか、まあわからないんですけど、ちょっと不思議な気がします。でまあ同じ写真を産経新聞がネットに公開しているので、まあそっちのねリンクを貼っておきます。でまあ、この写真はですね、まあ、どう見ても印象として日本の外務大臣が中共の外交部長に恭順の意を示しているように見えるんですよね。だから何かね、もう偉大な大国に対して属国がね挨拶に来ましたみたいなね、そんな印象がに見えるんですよね。でまあこういうで普通に握手してる写真もあるんですよね。でもまあ1枚こういう写真を撮られて、まあ公開されてる。だからまあ撮られたこと自体が、ちょっとなんでなのって思うんですよね。まあね、属国みたいなね、あの写真が撮られたっていうことにね、なんか、おかしいなと思うんですよね。でまあ河野大臣はそのね、まあ、あの一つの情報として、あの弟さんがね、実弟が、社長をされている日本端子という会社が中共に子会社を3つぐらいね持たれているという情報があるんですよね。まあそのこれはですね、まあ人質を取られてるみたいな感じですよね。まあそれはもう兄弟のあのまあ、事業なんかねとはね、スパッとね切り離して考えてるぜって、まあご自身はおっしゃるかもしれないんですけど、まあね人質を取られてるみたいな感じになると思うんですね。あとはそのなんか親族に対して恩を売られているようなね、あの意味もあると思うんですよね。中共で商売ができるっていうことは、中国共産党のもうねあのに
まあ、あの、の、そのね、まあ、意のままっていうかね、そういう国ですからね。ということは中国共産党に、まあ、予期に払ってもらってる、だから恩を売られてるみたいなことになると思うんですよね。というわけで、まあ、この以上の3つですよね、の情報を総合すると、まあ、河野大臣が日本の国益を追求し、中共にね、言うべきことをバシッと言ってくださるお方であるとは、まあ、今の時点では思えないということになります。では、ご視聴ありがとうございました。